芸術家がなんかさ、これこのチャンネルのせいなのみんななんか破綻, <laughs> 破綻してなきゃいけないみたいに思われてるのってで、女関係がだらしないとかって言うけどさ、うん、もっとだらしない人、他の職業、うん、なんぼでもいるだろう確かにどこにでもいますいるよ、サラリーマンにだっているもん、知ってるもん俺ね、知ってます、知ってます、うん、<laughs> 奇抜じゃない人も <な>うん、そんなこと言うんだったら「スレーの回」とかみんなもっと見てくれよって話だよ。皆さんあとははいちょっと私もこれ興味あるんですけどはいいつも楽しくしく拝見ています、えー、過去の芸術家たちには作品は素晴らしいけれど人間的にはクズ犯罪者ギリギリという方たちがたくさんいますが。 えー、現代においては人間的にクズだと炎上してしまってなかなか有名な芸術家にはなれないと思いますそ,そのことによって失われてしまう才能もあると思いますか破天荒な芸術家ってもう絶滅しているのでしょうかい,い,いるんじゃないのまだあのさあとさ芸術家がなんかさこれこのチャンネルのせいなのみんななんか破綻, <laughs> 破綻してなきゃいけないみたいに。<laughs> 思われててのってでも多分このチャンネル以前から言われてるよねだけどこれ冷静に客観的に見てみるとさ特に芸術家がクズが多いわけじゃないと思うよそうですかだってさピカソはさ相当そのク,クズ男かもしれないけどさそのぐらいのクズ男他にもいるだろ もっとひどい、ね、もっとひどいクズ野郎は他のし職業になっているぞ。あ、それはもちろんそうでしょうね。うん。なんなな,なんかブライブライハが流行った頃のイメージなんじゃないのそれ。なんかぶっ飛んでる人の方がぶっ飛んでる、うん、こう力強い訴えかけるものが作れるんじゃないかみたいなイメージがあるのかもしれない。うん そういう要素がないとは言わないけれども。ないとは言わないけれど。一割二割の話なんじゃないの。あ逆に少数だと。うん、別に、その、それはなんか薬やるといい作品ができるみたいな。話と似たような、まあ。幻想だと思うよ。目立つので。うん、やっぱり。こう。エピソードが。派手だから。うんうん こう語り継がれて目立っちゃうっていうのはあるのかもしれない、うん。なで、女関係がだらしないとかって言うけどさ、うん、もっとだらしない人他の職業、うん、なんぼでもいるだろう。確かに土方にでもいますね。いるよサラリーマンにだっているもん知ってるもん俺ね。ね知ってます知ってます。そうですね。なんか面白いですね。うん、でちゃんとした芸術家もいっぱい。そうですよね。むしろむしろちゃんとした人の方が多いだろう。<laughs> イメージにととらわれちゃうことが私もあるので、うん、なるほどなってなんか冷静に考えると確かにっていうのはずっとさこういうチャンネルとかで話しする上で何かあった方が面白いからさちょっと盛り気味で言ってるだけの話であってさ <laughs> 普通のエピソードだけの画家さんだとなんかちょっと「取りり上げづらいいっていうのはありますよね <laughs> ルノハル」とか大して面白くねえってさなっちゃうじゃん失礼とかつまんないとかなっちゃうけど。うん ちゃんんとした人もいるだだよだから普通に <laughs> 普通に暮らしてた人もマグリットだと、ね、皆さん言ってるけど、うんまあ「なぜこのチャンネルでマグリットやらないんですか?」ってよく言われるじゃんマグリット実は著作権でも切れてるらしいんだけど、はい、話すことがないんだよマグリット。地味ってことですか ちょっと本当に普通の普通の人のに以上に地味な暮らしをした人だし作品は作品で見たまんまじゃん <laughs> 見ての通りですっていう作品じゃん,話のしようがないんだよねだから取り上げられないだ,だから今言ったと持たないよ話がもう作品で一個一個見ていくぐらいで終わっちゃうからさみたいな。<laughs> 人生を送ってる送ってる人が面白いからやってるだけであって、奇抜じゃない人も、なんそんなこと言うんだったらシスレの会とかみんなもっと見てくれよって話だよ。<laughs> 皆さん、奇抜じゃないと途端に見ないじゃないかい <laughs> みんな。あでもそれはありますね。うん。 普通の人数字持ってないマグニットも多分数字持ってないと思うんだよ本当に銀行員みたいな暮らししてる人なんだもん普通に。でも逆にそれで名を残したっていうのはやっぱり何か魅力があったとか作品が良かったからそんな人いっぱいいるよいい絵描き。 いい人いい人の絵描きもいっぱいいるよういうマグリッターショートで紹介したらどうでしょうかって言われて「毎日決まった時間に起きて台所で絵を描いてました」って「マグリッター数字持ってる」って言って。 そういういお母さん自殺してるしってもう<あ>そこ,そう,そ,こそういうとこまで掘って先祖親,親とかで兄弟まで掘ってったら何かしらあるよ誰だってあとその時代と絡み絡んでの解説のがあの好評という声た頂いてますのでだよねそれ言えばマグニテトなんかもう別に普通の時代だもんな、うん、あそう <laughs> 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 はいはい、はい さあ。何。その。まあ、このクズだと炎上してしまって、なかなか有名になれないとか。うん。炎上したら有名になれてんじゃんよ。まあ、そうですね。うん。それと、ぶ、舞台派のアーティストは炎上上等なんだ、ろうきっと多分。ああ、なるほど。ああ、もう。狙っていってる。狙っていってるんじゃないの、わかんないけど。じゃ、今後の美術に関しては。あまあ、芸能界だともう、本当炎上しちゃうと。 まあちょっとお仕事なくなっちゃいますけど技、うん、術だったらまだいけるんですかね何言ってんの <laughs> いけるだろう。だっていやいやさ、だって作品買ってくれればいいんだからなるほどそんな別にさ高感度で売ってる商売じゃないからベストマザー賞とかもらってねえだろう。わかんないけど <laughs> <laughs> <ー>ちなみに今,ブライ今のブライ派みたいに思われてる、うん、人たちっているんですか いや、舞台派みたいに見えてさみんな割とちゃんとしてると思うんだけどな狙って炎上を狙っていくような画家さんって日本にいるんですかねまあ世界でもいる,で、ね、いるけど成功してないんじゃないかだからきっと炎上すらしてないんじゃないか炎上ってさどうなのある程度ある程度の人じゃないとあ相田誠さんって言うけどさ、うん、間あいだあ 村上隆さんとかもよく炎上してるけどさ別に炎上商売でやってるわけじゃないだろうしさ相田さんとかさ本人はいたって、まあ、人間じゃんよちゃんとちゃんとした礼儀正しい人じゃないかうん狙ってってるっていうことじゃないですよね、うん、何かこう派手にやらかして目立とうとしてるとかじゃない <laughs> 村上隆も別に炎上商売ではないと思うよ 不本意だと思うよあの人も炎上してることに関しては、うん、横尾さんだってさものすごいふっちゃんとしてるじゃないか毎朝早く起きて書いてるよ横尾さん <laughs> あだから見た目の <laughs> 家族大事にしてるよそう印象が派手で、うん、なんか激しそうな人だけど実際は真面目できちんとやってる小野さん岡本太郎さんって出,てる,出るじゃん、うん、今さ 岡本太郎さんはさ全然変な人じゃないからね,ねむしろものすごく頭明晰な人で文章書いてる文章を読んだらわかるよ岡本太郎の文章はものすごいちゃんとしてるよ。日本の、ね、教育まできちんとこうそう,いう考えてるして俺あのこのチャンネルでもよく言ったけどさ、まあ、セザンヌのさ理解するにはセザンヌが絵が下手だっていうことをさ認めた方がいいって。 言ってるじゃんいわゆるその昔的な意味では絵がうまい人じゃないんだってむしろもう病的にダメな人なんだってそれ多分ね日本人でね最初に言ったの岡本太郎だよ。はだってだけどへっぽこであるがゆえに現代美術の父になったんだとそれがなぜかみたいなことをす,すごく分かりやすくもう70年前ぐらいに言ってるよ岡本太郎は。うん そうなんです、うん、よく言う。この間もね、なんか山形でその話したんだよ、うん、岡本太郎、変な人みたいにお前変な人がさあの東京オリンピックのメダルとかさ、万博の太陽の塔とかさ、うん、国の事業じゃん、うん、国家規模の公共事業じゃん、うん、あんなのどんどん受け負えないよ、うん、ただの変な人が。ギャップがね、 ちゃんとしてないとそんな大きな仕事できないですよ、うん、アーティストといえども、まあ、ですだからカラバッジョみたいな人殺しちゃって、えー、かつ有名でのもう時代が違うからさいつの時代のそんな関ヶ原の戦いの頃の話なんだから<笑><笑>あそんな前かなそうだよ<っ> <laughs> はいありがとうございます、はい というわけで「山田五郎大人の教養講座」お送りしてまいりましたがいかがでしたでしょうか皆様の暮らしに潤いをというようなことで始められた番組っちゅうか YouTube らしいんでですね皆さんの暮らしがちょっとでも潤ったなとちょっとでいいですよ湿度にして1%くらいで,でも潤ったなと思われた方はですね是非チャンネル登録をしていただけると我々の暮らしもちょっと潤う,うという,ようなことなんでよろしくお願いいたします。